いるんですけど、その高子を演じました時は高子さんです。お願いします。いいでしょう浴衣 <laughs> 涼しげで今日来てよかった。はい。 続きましてでは紹介続けますね、えー、その、えー、時尾高子さん演じる高子の高校時代の親友を演じました田中美里さんですお願いします <laughs> はい続きまして えっとね、三人はね高校時代にあのもう一人これが来ますね同級生だったっていうその三、えー、人目、えー、エリカ帰国史上のお役なんですけれども、えー、そのエリカを演じてもらいました藤田智子さんですお願いします。<laughs> おっと気をつけて。<laughs> はいこちら。ね。 えー、この3人が、えー、メインなんですけれども1983年この3人は現代の、えー、主人公たちで,で、えー、その高校時代83年時を演じた、えー、役者さんたちを続いて、えー、呼びますまずは、えー、時尾孝子さん演じた孝子の高校時代を演じました、えー、吉根京子さんです <laughs>、はい、足元気をつけて、はい、こちらになりますね。 はいこちらも涼しげ。<手>はい続けていきます。えっ、ー、と今度は、えー、田中美和さんが演じた、えー、緑の高校時代を演じました、えー、藤井武美さんお願いします。<手>はいこちら。<手>はい藤井武美さんですね。 えー、そうしますとあと残り藤田智子さんが演じたエリカの高校時代帰国主女のエリカを演じました桃川遥さんお願いします遥かって言われちゃった <laughs> はい足元気をつけてこちらになりますねはいこれで全員勢揃いこちらが現代、えー、大人組 であちらが高校時代、えー、この6人がこれから映画の中で大活躍してくれるわけですけど <laughs> もううん時盤さん一番思い出に残ることって何でした、はい、私はあのー なここでそんな唐突に言うことでもないんですけどあの鉄が好きなんですねあの <laughs> 鉄道だっていうよりは私は大きな鉄が好きであの車とか飛行機とか何でもいいんですけど、まあ、全くここで言う必要のないことなんですけど <laughs> 恥ずかしいばっかりでなのであの大井川鉄道は本当に素晴らしい景色でしたねうん、うん、なのでそこあの鉄道に乗ってあの休みの日とかあの楽しみました景色とか、はい。はい 写真撮ってましたもんね。もうちょっと興奮しすぎて、鼻血が出そうで大変でした <laughs> はい。<laughs> ええと、じゃあ、あ田中美里さんは、はいえー、なんか。辛かったこととか、まあの、嬉しかったこと、なんか思い出てたんですか?。そうですね。辛かったことは、まあ、最初の初日に。<laughs> まあ、<laughs> まあの、常磐さんと。今日は。 あのよろしくお願いします」っていうことでちゃんと絡むのは初めてだったんですけどそこから5ページぐらいのセリフをずっと喋らなければいけなかったっていうのはすごくつらかったことでもあるんですけどでもなんかうーんなんか不思議なんですけど3人とも何て言うんだろう共演した すごいちゃんと共演したことはないんですけど、うん、初めてななんんですよね3人がか一瞬にして同級生になってしまったっていうのがすごく不思議なところであとは静岡県の島田市っていうところで撮影はしてたんですけどす、ね、毎回いろんな方にお茶のお菓子あの竹,の <laughs> 竹の中に生えてるあのお茶のお菓子をよ、ね、うかんう洋をいろんな方にいただいたっていう思い出があります。はい はい、それが苦しかったと、と楽しかった思いで。はい、苦しくはないですけど。<laughs> <laughs> ありがとうっていう。食べ過ぎて苦しかった。<laughs> はい、そうで、はい、はないですね。<laughs> はい、はい、では、えー、藤田さん。どうですかね。はい、はい、えー、っと、そうですね、私、あの、役に入る時に。あの、どんな感じで行こうかなと思って、その、まあ、アメリカに暮らしてたということで。じゃあ、ちょっと髪の毛傷んでる方がいいかなと思って。<laughs> <laughs> で一応パーマをかけて1週間後に脱色をするっていうあの美容師さんが絶対嫌だっていうことをやりましてあのおかげさまでいい感じに脱色されて脱色を通りつす過ごすぎてこうロッカーな感じになりましたけど <laughs> エリカの役作りのためにちょっと髪の毛こんな感じにしましたでまた今日もまたやってきてくれて、ね、今日ちょっとなんか勢いでやってみましたおすごいな <laughs> <laughs> 今日のためにまたね、このあと映画見たときにね、やっぱりつながりがあるんでね、マネージャーさんにね、おととい、いいかなって言ったら、ちょっと渋い顔してましたけど、まあ、色はね、うん、染めればまた元に戻りますから。まあね <laughs> はい。はい